マルシュは、ドイツビュルテンベルク州ラインネッカー群に属す、マチソン。マルシュは、ビースロフホの南、クライヒガウの北西角、すなわちオーバーライン地方帯の縁に位置し、ラインネッカー大都市圏に含まれる。標高246メートルのレッツェンベルクの麓に、あたる。境を接する市町村は、北から時計回りに、ラウエンベルク、ミュールハウゼン、バートシェーンボルン、ザンクトレオンロートである。 マルシュは、ロルシュ文書に含まれる783年の贈与、証明書に初めて記録されている。976年に皇帝夫ー二世は、ベネディクト会のモースワフハ修道院をマルシュを含む23の村とともに、ボルムス司教に与えた。1302年にこの村は、シュパイアー司教本部に贈与された。ここでは、 ローテンベルク管区に属したが、この管区は1463年から1505年まで、プファルツ選定校に担保として出された。1525年4月20日、レッツェンベルク山に農民が参集したことで、シ出派ー足橋領におけるドイツ農民戦争が火蓋を切った。この暴動が鎮圧されると、マルシュは破壊された。30年戦争では、1622年に、 ティリーハクはこの村を焼き討ちした。戦争が終わった時、マルシュには住民がいなくなり、人口は戦争開始時のわずか5%にまで減少していた。プファルツ継承戦争では、プファルツ選定考領ではないにもかかわらず、1689年と1693年にフランス軍に攻撃された。フランス革命による変革後、1803年にマルシュは、 バーデン領となり、500年以上に及ぶ、シュパイアー市協領時代が終わった。マルシェンベルクの領域は1824年に分離された。バーデン大公カールの義兄にあたるロシア皇帝、アレクサンドル一世は1818 18年に、マルシュを訪れている。1870年から、バイマル共和青終園の1933年まで、中央党がマルシュにおける、 最大政党であった。この町は、第二次世界大戦後、旧ドイツ領の東プロイセンやシレジア、チェコ領であったズデーテン地方などから追放された、人々を350人受け入れた。マルシュは新しく創設された、バーデンビュルテンベルク州の一員となった。長い間シュパイヤー司教本部領であっただけに、マルシュの住民は主にカトリック信者である。 第二次世界大戦後の難民の受け入れによっても宗教分布はほとんど変わらなかった。ユダヤ人は18世紀の初め頃からマルシュに定住していた。ユダヤ人の比率が最高に達した1875年には7.5%であった。その後、都市部への流出が起こった。1834年に建設されたシナゴーグは1938年に消失した。 マルシュの町役場、マルシュの議会は14議席からなる。これに議長を務める主張が加わる。図柄、青字と赤字にに分割。向かって、左は、紋章の端から、端までの銀十字の半分。向かって、右は、銀の村のマーク。この紋章は1900年に、ゲネラルランデス・アルヒーフに認可された。穀物を意味する、村のマークは、 1771年の印象にすでに登場する。半分隠された十字は、シュパイアー司教の紋章である。旗は赤から青で、1935年にはすでに用いられていたことがわかっている。レッツェンベルクの巡礼礼拝堂1972年に、バロック教会聖ユリアナ教会が外壁に至るまで消失した。14聖人像、オルガン、説教団、 和気祭壇、バロック様式によるイエス洗礼の場が破壊された。聖具室だけが無傷で残された。教会は1974年までに再建された。1902年に建設されたレッツェンベルクの巡礼礼拝堂へは、年に2回大規模な聖ベンデリヌスの巡礼が行われる。春の巡礼は5月の第1日曜日、秋の巡礼は9月の第3日曜日に行われる。 二つの巡礼の間の火曜日の夕方に巡礼礼拝堂で生産式が開催される。毎年9月の最終日曜日には馬の巡礼が行われる。この巡礼は人と動物の経験の祈りで終わる。マルシュには以下のスポーツ施設、スポーツクラブがある。ブドウ畑を主とするかつての農村は現在でも農業が盛んである。 標高248メートルのレッツェンベルクの南斜面と東に張り出したその市脈には120ヘクタールのブドウ畑が広がり、主にミュラートルガウダネ、ピノ・ブランシュ、ルーレンダーシュ、ピノ・ノワールシュが栽培されている。工場や企業も町内にあるのだが、多くの住民の職場は、近隣のバルドルフ、ビースロフホ、バートシェーンボルン、クローナウにある。マルシュは、 連邦道 B3 号線の近くに位置している。この道路を使うと 3km 以内にアウトバーン A6 号線に達する。バーデン本線のロートマルシュ駅はラインネッカー S バーンに接続している。マルシュはラインネッカー交通連盟のサービス提供地域に含まれる。これらの文献は翻訳元のドイツ版の参考文献であり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。 ありがとうございます。